皆さんもこんばんは。四軸的頃です。現在ですね、17時30分に間もなくなろうかという、そんな、広島市安佐南区です。夜からですね、雪なんか降ったりして、まあ昼間も降ってましたけど、こう奥の北側を見ますと、北側の雲は南を向きますと、南はまだ明るいですね。といっても、これは西から東へちょっとずつ雲が動いているというところです。皆様お住まいの地域ではいかがでございましょうか。まあ、広島のここら辺だと、まあそう珍しくはないんです。この時期にこんぐらいの雪が山に積もってるっていうのはですね、路面はもう別にどってことはないんですが、このまま冷えると、凍結することが考えられますので、もう少し遅い時間になったら凍結防止剤がまかれるかもしれません。画面上は明るいんですが、実際にはもうちょっと暗いです。そしてこう徐々に暗くなっていってるのがなんとなく分かる感じの、そんな祇園橋のたもとですね。で、洪水対策工事の方なんですけどね、なんかそんなに見た目進んだ感じではないですね。もっと近くに行ったら進んでるのかもしれないですけど、パッと見そんなに進んでない感じです。雪もまあちょっとちらついてる感じですね。今現在ということでですね、この動画はここまでにしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。